キットは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の50番艦。艦名は、太平洋戦争での真珠湾攻撃において、戦艦、アリゾナに上艦し戦死したアイザック・キット少将にちなむ。その名を持つ艦としては、キット、キットに続き3隻目である。キットは2005年1月22日に、キット少将の孫のレジーナ・キット・ウォルバーシトと、 メアリー・コリン・キット・プラマーによって、命名、浸水した。ハリケーン・カトリーナによって、損害を受け、カンドックでの修理が必要となったため、収益が遅れた。2007年6月9日、艦長・リチャード・イ、e ・トーマス・チューサの指揮下、テキサス州ガルベストンにて収益した。その後、太平洋艦隊に所属し、サンディエゴを母校にしている。2012年1月5日、 空母ジョンシーステニスの艦隊に所属してアラビア海に展開していたところ海賊に打破されていた漁船を発見。関西ヘリコプターにより救出作戦を行い海賊15人を拘束し40日間以上人質になっていたイラン人船員13人を救出した。二千十四年三月八日に発生したマレーシア航空百七十便消息不明事故に 大使マレーシア政府の要請を受けて、捜索協力のため、インド洋に派遣された。2020年4月、カリブ海及び東、太平洋地域で、麻薬密輸の取り締まりに当たっていた際に、館内で2019新型コロナウイルスの感染が拡大。少なくとも18人が感染し、最初に感染した水平は4月24日までに、 テキサス州サンアントニオ市の医療機関に搬送された。ありがとうございます。